クロラよりこれ見てほしい。1月6日ポケモンデーの金曜日、おはとまみんなも一緒にせーの、池崎新年最初の金曜日にふさわしい絶叫一発お願いし、ありがとう、新年ハッピーニュー、イエーイ。それではファーストアオハウスパイ、こちらおはスタメンバー特別ニューイヤーサインパネルを1名様にプレゼント。今日は次々と変わるおはスタメンバーの写真の中からスマイルなピカチュウを抱っこしてる写真を撮ってくれよな。 OK、 制限時間は5秒間。それではシャッターチャンス、ラスタートサインを撮った写真を出ている文字と一緒にアップ、応募者の頃にツイートしたいもらってね。よしよ、さあ続いては未来の鉄道超電動リニアを徹底調査。今年最初のおはスタ調査会は特別企画、かっこいい近未来感がすごいっすよ。愛知県名古屋市のリニア鉄道館でみんなの身近な鉄道の過去現在と未来を探るぞ。今日はいよいよ未来の鉄道超電動リニア、まずは時速500キロで走るスピードを映像で体験。まもなく新幹線の走行速度時速170km に到達いたします。ちなみにこの超電導リニアが実用化されると東京名古屋間は最速40分で40分。ここでみんなに問題。この超スピードの秘密は他の車両とある部分が違うからなんだ。みんなは分かるかな。たくみ、ケンパ、この車両は他の車両とどこが違うか分かりますか？走るのに車輪を使わないこと。実は車輪の代わりにあるものを使って浮きながら走っているんだけど、みんな何かわかるかな。超電導リニアはどういう仕組みで動くのでしょうか。はい、超電導リニアはですね、磁石の反発力と引き合う力を利用して進んだり浮いたりしています。じゃあ、あの重たいのをでっかい磁石に下の子を支えるとで実はリニアが浮くのは線路の横に貼り付けてある磁石の力なんだ。磁石に電流を流すことで生まれる引っ張る力と反発して押し上げる力の2つで車両を浮かせる。そして反発と引き上げを交互に繰り返すことで前に進んでいるんだって。だからこれが多分磁石の N 転送ここまでこう切り込んでいく。そう、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 そんな時速500キロの超電導リニアが開業したらこんなことになるかも。東京名古屋間が40分で繋がるなら新宿でも毎朝終わったりする。おはー、時速500キロならみんなも走る 50m 走はわずか 0.3 秒。みんなの学校まで1キロならたった7秒で着いちゃう。はやー、3時に学校が終わって放課後に名古屋で手羽先食べたくなってもギリ今始まるよ。超電導リニア、すごい。さあ今回は鉄道の未来を超電導リニアから調査しました。はい、どうでしたか？速いってだけでかっこいいんだけど、それが僕たちがこれから来る未来で実際に体感できると思うとめちゃくちゃ、ね、楽しみになりました。あと何回寝たら楽しみになりますね。
まだポケモンマスターじゃないの？無敗のチャンピオンダンデにも勝てるじゃない。まあそうなんやけど、サトシとしてはまだポケモンマスターになったわけではないみたい。ポケモンマスターは一番強いだけじゃダメってことなんかな。確かにポケモンマスターってなんなんやろ。じゃあ私たちで真のポケモンマスターとは何なのか考えてみましょうよ。おーちょ、両目やなのにゃ。あ、ニュースや、真のポケモンマスターってこういうことでしょ。あれ誰もおらん。カナチュー、ジェイチュー、ポケー。うわ、ヘナノ来た。ヘナノってひどいね。だってポケットだらけやん。驚いた。全部でポケットが37個あります。あ、だからなんなん。これがサトシもまだ慣れないポケットマスターの正体よ。ポケットマスターちゃうねん、ポケモンマスターやから。全然あかん。てか J チューは待たせたな。強くなっていかないとだね。はい。ぜひ WCS 目指してくださいよ。はい。
一方、ゆきのちゃん、ともきくん、えみちゃんのポケ表はこちら。みんなポケ表実現のためいろんな努力をしてるぞ。頑張れポケモン部。最後にみことちゃんのポケ表は、サンジのヒロインのアニポケ賞に出たいです。おい、サンジのヒロインのアニポケ賞に出る。どうしてそれ出たいと思ったの？初めに見た時からもう面白いなと思って、私もクラスの面白いやつなので。ああ、そうなんだ。面白担当やってんのか。はい、すごいことだよ。もし叶ったら一般カラー出てないから。実はこのポケ表本当に叶うかも。理由はポケモン部に入部するともらえるノーマル部員賞。実はこれ調査隊などポケモン部の活動に5回参加するとゴールド部員賞に進化。ポケモン部でやりたいことを叶えてくれる特典もつくぞ。現在みことちゃんは今何回くらい参加してるかな。4回くらい。おー、みことちゃんあともう少しでいけるんだよ。頑張れ、頑張れよ。箱アニポケ賞といえばポケモンのなりきりだけど、みことちゃんは何になりきる？ヤクマリス。ああ、かわいい。いいね。あ、いいな。あ、欲張り。欲張りすな。怒りの前はやってる今。すごい欲張りすな。いいね。いい。エミちゃんは？いい。あ、いいね。ね。あ、みほ、来た。いるやつだ。ゲットしろ。いやいや、いない。ゲットしろ。もう今、周回をしちゃった。あ、いないか。このちゃん。ゴールドラインになってアニポケにぜひ出てくれ。最後に山本部長のポケ票はおよそ500人いる部員を1000人にすること。まだ入っていないお花もはぜひおはスタホームページから入部してね。おっと、マスターの本の謎のキングダム。みんなはソーセージにこのようなことを送って、ありがとう。あっち向いてこう、あっち向いてこう、あっち向いてこう。コロメボー、今ランチにソーセージ。ごソーセージはごてやらこう。何をやっても全部うまいよね。ごてやらこう。欲しい、いや欲しい。うますぎるな。ごソーセージはごてやらこう。今月の最強ジャンプはナルト特集。書き下ろしイラストの厚紙スタンドが付録。さらにポストカード4種もついてくる。付録カードも超豪華。デジモンカードゲームからディルビットモンとアンフィモン、遊戯王ラッシュデュエルからハッキングドラゴン、大の大冒険クロスブレイドから魔勇者が登場だ。最強漫画もてんこ盛り。最強ジャンプ2月特大号好評発売中。ついにぶらり温泉施設が完成。気持ちよかったです。あの、サインください。ええ、僕のサインでよければ。頑張るタイプのナストキでサインを書いてくれるみたいだよ。ホッチさんの正しいサインはどれ？ホッチさんってそんなにすごいの？昔はホームラン王だったぞな。でも去年はちょっと調子悪かったぞな。ね、C のサインは真ん中の文字が小さい C になっているから違うよね。他のサインはどうかな？さあ、洗濯の時だ。 A、B、D を回転させるとこうなるね。 A と B はそれぞれこの文字が違う。正しいサインは D だ。ありがとうございます。いいえ、この島は僕の故郷なんです。できることなら何でもしますよ。じゃあもしよかったら学校で子供たちに野球を教えてくださいませんか？もちろん喜んで。もし野球選手が野球を教えてくれることに、一体どんな授業になるのか。続いてはミスしたウィニングダンス。今日はカオチがミュートダンス。ダンスよく。
スターの道、リクラシキットをファンディに練習してみてよ。うちの朝はお茶漬け。瞬間凍結だからうまい。お味噌汁まだフリーズドライ。あっさげ来るね。これ言える。急に急に9本空港急増、急に急に9本空港急増、急に急に9本空港急増。頭とか肩とかかかととかに高、頭とか肩とかかかととかに高、頭とか肩とかかかととかに高。ダブル歩き炙りカルビ。噛むも噛むのも神頼み、めちゃ変な早口言葉発売中。おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。曲が完成した。いってらシャキッと。レコーディングに向けての歌の練習に励む3人。住み合いの時間にも小坂先生から出された課題を意識し、お家や楽屋でも自主トレを欠かさずに頑張っているようだぞ。前回こう基礎的なことをいろいろ教えてもらったので、今回はプラスアルファでなんかこう成長できたらなと。歌のレッスンが初めてだったエミチーは緊張しました。めちゃくちゃしました。あのなるべくこう常に暇な時は考えるようにします。あれでささとかもう朝なんか1回目よりかは緊張せずにできるかなって思うので、なんか自分の練習してきた成果を発揮できるように頑張りたいと思います。そして臨んだ2回目のレッスン。夜を着替えて朝が来た、みんなに明るい朝が来た。おはのはをすごい綺麗だった。そう思いました。練習の成果が出て先生からお褒めの言葉が。そして3回目のレッスン。この日は初めてレコーディングと同じようにヘッドホンをつけて歌うことに。3人で1つっていう感じになるのも大事なんだけど、でも実は一人一人の声がちゃんと出てないといけないから、はい、ところがヘッドホンからの音で歌うのに慣れていないため、調子が狂ってしまったようで。失礼したって、ああって待っていてくださいご飯は食べたよ、食べたよ、待ったよ、宿題はって言うと、はい、バレバレだからね、ごまかされないから絶対にちゃんと一人ずつ歌わない、はい、気を引き締めてやってください、はいはいはい、3人の音がバラバラになってて今練習をしてるそうなんです。さあレコーディングを無事に迎えられるのか。あ、どうもみんな、いよいよ来週9日月曜日、私たち新ヨハガールの3人がイッテラシャキットをスタジオへ生放送します。いや、ついにだね、生パフォーマンスまであと3日だけど、どう？いや、すごく緊張しているんですけど、生パフォーマンスということなので3人で力を合わせて頑張りたいと思います。めちゃめちゃ応援してるから頑張って。さあ、ということでみんなまたジャンプな月曜日で会いましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ちょっとご相談があるんですが。何でしょうか。生命保険は難しい。確かにね。生命保険は難しいだって。そんな時代はもう終わりだ。どれを見つもり言い合わせて。生年月日に性別入力簡単ね。保険料を超えなきゃ。シンプルな保険っていいでしょ。狙われて55万円。見積もりやってみて。
ましたね。